アメリカの2月の ISM 製造業景気指数は 47.8 と前の月から 1.3 ポイント低下し、市場予想を大きく下回りました。好況と不況の分かれ目である50を下回るのは16ヶ月連続です。項目別では特に新規受注と生産が低下しています。発表元は製造業は引き続き縮小し、そのペースは加速していると指摘しています。